国鉄機関車の車両形式では日本国有鉄道及び JR グループ各社における機関車の車両形式の不満方法を説明する。蒸気機関車の形式称号の付け方は1928年に改められている。この改正以降、アルファベットと数字を組み合わせた形式に改められた。1909年の形式称号制定以前の鉄道産業局時代にも 当然ながら各社に形式番号は存在した。機関車固有の番号は1から順にその形態に関わりなく連番が付されたが、阪神間鉄道の開業とともに奇数が新橋、偶数が神戸に区分された。この奇数、偶数の区分は東海道線が全通した後、次第に混乱が生じるようになり、後には通番に解消された。開業時の鉄道では、 形式は当初付されていなかったが、両数の増加に伴って同級者をまとめる必要が生じ、当時の記者観察法であったトレビシックが当初は、アルファベットを1文字で A、B、C、Z と1文字のアルファベットが枯渇した後は AB、AC、AD というように2文字で表す形式を付与した。当初は AAD がグループごとに制定され AE 以降が、 登場順に制定されている。制定時期については AAD と AE 以降の形式付与方法の差から1893年または1894年と推定されている。興味深いのはこの時点ですでに間接鉄道からの分離独立を果たしていた日本鉄道の機関車に対して JQW という形式が与えられていることである。これは 関節鉄道が相当長い期間にわたって日本鉄道から借り入れていたためと推定されている。その後はタンク機関車かテンダー機関車かの別及び同軸数によって区分されたアルファベットと登場順序を示す数字で構成されるように改められた。そのため形式と番号の間には原則として全く関連性がないが後年数の多かった。 a 8系や b 6系、構造の特殊なアプト式機関車について番号を切りの良い,い番号からオフセットして付与するように変更している。また、1905年に鉄道作業局に編入された北海道関節鉄道の蒸気機関車にもこの方式による形式が与えられたが、こちらは順位をアルファベットの小文字で表している。アルファベットの意味は次の通りである。 私鉄の国有化を受けて1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定によるものである。1から4999をタンク機関車、5000から9999 99をテンダー機関車の番号として使った。これにより、従来形式と番号の間に関連性がなかったものが番号と形式の間に一定の関連が生じるようになった。 同軸数と番号の関係は次の通りである。形式は原則として軸配置ごとに小型のものからはい番号を取る。ただし、1位は1型を除いて0、または5とされ、同形式中で最小の番号を形式としている。また、例外として、後に C51 型となった機関車は、満位を使用した18,900型とされている。 番号は原則的に連番が付されるが、鉄道員発足後に標準系機関車として大量増備された8620型や9600系、9900系、18900型では後続の形式の番号や規定外の範囲に番号が達してしまったため、100位の繰り上がりを万位に表示することで解決した。この規定は1928年に 新しい形式称号規定が制定された後も、併存し、私鉄買収等により、国鉄席となった、鉄道省正式でない機関車に対して付与され続けた。この規定によって、形式番号を付与された蒸気機関車は、国鉄蒸気機関車の最末期まで使用されている。タンク機関車、テンダー機関車1九0年に制定された、形式称号規定が行き詰まりを見せていたため、 それに代わる新たな方式として1928年10月1日に制定されたものである。ただし、この時点で旧形式から新形式に移されたのは 18900KC51K、8200KC52K 18,、9900KD50K の3形式のみで、旧形式称号規定による形式称号はその後も並存し、 国有鉄道正式でない非買収機関車に新形式が付与され続けた。1933年に買収された、芸美鉄道の非買収車が一時的に C13 型を付与された後、2920型に解消され、それ以前に改造により登場した新形式には新規定による形式が付与されていることから、この方針が確定したのは1933年と、 推定できる。また、同年に買収された阿波鉄道では、旧規定による形式番号すら付与されず、私鉄時代の形式に阿波鉄道を表す、青ふ化して、形式とし、私鉄時代の番号のままとされるという、異例な形式番号となっている。なお、1928年から製造が開始された C53 型は、新形式称号規定を先取りする形で、 新形式称号規定により形式が付与されている。このうち A は同軸数を表す記号、N は機関車の種類を表す形式番号、X は同一形式内の製造番号で構成されている。蒸気の不番法則によると D51-200 は D51 系蒸気機関車の200番目に製造された車両であり、同軸数4軸で、 淡水車付きの蒸気機関車ということになる。国鉄時代にも1959年の D61 型を最後に新形式は誕生しておらず、JR 発足後の蒸気機関車の新造は一例も存在しない。1928年形式称号規定以前、国鉄が最初に導入したアップト式機関車は1万から不満された。 それ以後に導入された普通鉄道用機関車については、貨物用は1000から、旅客用は6000から付与された。形式は同形式中の最小番号とされ、1位は0である。また、1形式のみ存在した、蓄電池機関車は10系であった。1928年形式称号規定1928年に制定されたもので、当時は直流電気機関車のみで、 貨物用と旅客用の最高速度の違いにより、区別された。後年、交流電気機関車、高直両用電気機関車の出現により、改定が行われている。また、戦時買収により、国鉄席を得た車型機関車は、国有化後も、私鉄時代の形式番号のまま使用され、1952年に至って国鉄形式が付与された。中には、 国鉄形式を得ることなく、廃車となったものも存在する。このうち、電気機関車を表す記号として、E が与えられる。A は、同軸数を表す記号。N は、機関車の種類を表す、形式番号。XXX は、同一形式内の製造番号を表す。蒸気の不番法則によると、e f 8 1 9 5は e f 8 1系 電気機関車の中で95番目に製造された車両であり、同軸数6軸、最高速度が時速8 5トルを超える高直療養電気機関車ということになる。アコ0 0から13国鉄分割民営化により、発足した JR7 社のうち、電気機関車を新造したのは、日本貨物鉄道と東日本旅客鉄道のみで、 その他の JR 旅客鉄道5社では、電気機関車の心臓は行われていない。JR 貨物では、3桁の数字を用いる新しい、形式付与基準を制定しており、JR 東日本もそれを踏襲している。形式番号以外は、国鉄時代の形式と同一の規定であるため、詳細は省略する。形式と製造番号の間には配分を入れる。 蒸気の不満法則によると、A500 から10は、A500 系電気機関車の中で10番目に製造された車両であり、同軸数8軸で、交流電動機を使用している硬直、両用電気機関車ということになる。で、10系ディーゼル機関車このうち、ディーゼル機関車を表す記号として、D が与えられる。A は、同軸数を表す記号を、N は、機関車の種類を表す。 形式番号を X は同一形式内の製造番号を示す。ディーゼル機関車の種類を表す形式番号上記の不満法則によると DD51-791 は DD51 系ディーゼル機関車の500番台の291番目に製造された車両であり、同輪軸数4軸で最高速度が時速 85km を超えるディーゼル機関車ということになる。 DF200 系ディーゼル機関車国鉄分割民営化により発足した JR7 社のうちディーゼル機関車を新造したのは日本貨物鉄道と九州旅客鉄道のみでその他の JR 旅客鉄道5社ではディーゼル機関車の新造は行われていない JR 貨物では3桁の数字を用いる新しい形式付与基準を制定しており JR 九州もそれを踏襲している このうち、動力を表す記号として、D か H が与えられる。N は、機関車の種類を表す、形式番号を示す。同軸数を表す記号 A と、同一形式内の製造番号を表す記号。X は、国鉄時代の形式と同一の規定であるため、詳細は省略する。形式と製造順番号の間にはハイフンを入れる。蒸気の不満法則によると、 DF200 から12は DF200 系ディーゼル機関車の12番目に製造された車両であり、同軸数6軸で交流電動機を使用している電気式ディーゼル機関車。また、HD300 から901は HD300 系ハイブリッド機関車の900番台の1番目に製造された車両であり、同軸数4軸でシリーズ方式として同期電動機を使用している。 ディーゼルエンジンと蓄電池を動力とする機関車ということになる。9600系のようにした2桁が0-0で、始まる形式は0-0から99までの100両ごとに、8620系のようにした2桁が0-0ではない形式は下2桁の数字99までの両数ごとに満員に1を加えていく。北斗星及びカシオペア牽引用の EF81 型を置き換える。 ための EF510 系500番台のみ。7つ母子院九州県引用の DF200 系7000番台のみ。ありがとうございます。